小学生の時に母親の教えで、お小遣いを自分で銀行に入金していたという荒木エリカさん。社会人になって投資を始め、コロナ禍では株に注目。そんな荒木さんのマネーライフを聞きました。全4回中の3回、画像、家庭ではマネーの勉強も。優待でゲットした商品を公開など、全19枚。コロナで活動自粛、お金のことに向き合おう。 と学び始める引退後は大学院に通い、パリ五輪のメダル獲得に向けたサポート役として参加するなど、多方面で精力的に活動されてきました。マネーへの関心も高く、投資もしているとか。そもそも資産運用はいつから始めたのですか荒木さん、高校卒業後、実業団に加入し、お給料をいただくようになってからは、自分でお金の管理をするようになりました。当初は、 普通預金に貯まったお金を定期預金に移すくらいでしたが、そのうち母から、今は銀行に預けてもほとんど増えないから、少しずつ投資にも目を向けてみたら、とアドバイスされ、銀行で投資信託、以下、投資、を買うことからスタートしました。とはいえ、その後はバレエの活動で忙しく、本格的に投資やお金について勉強していたわけではありません。ただ、 購入した投資の動きをオッチしたり、自分なりの感覚をもとに新たな投資を検討するなど、お金への関心は持ち続けていました。自分なりの感覚というのは、荒木さん、例えば2016年のリオデジャネイロオリンピックで現地へ遠征に行った時に、あちこちで工事が進んでいて、高いビルが増えているな、と、街の様子から景気が上昇していることを体感し、 ブラジルの株や債券が組み込まれた投資信託に注目してみるなど、自分が得た感覚を金融商品を選ぶときの判断材料にしていました。そうなのですね。まさか投資亀腺で海外視察をされていたとは、わら。荒木さん、もちろん、バレーボールを最優先ではありましたよ、わら。でも、ホテルと会場を移動するバスの中から見た街の雰囲気や人々の様子から現地で感じたエネルギーなど、 自分の目で見て体感した感みたいなものですね。本格的に投資の勉強を始めたのは2020年の春です。コロナ禍に入り東京五輪に向けた合宿が休止し活動ができない時期でこれまで手つかずだったお金のことにきちんと向き合ってみようと考えて YouTube や本で勉強。まずは 米国の代表的な株価指数の S&P500 に連動するインデックスファンドを買うところからスタート。その後、アメリカ株の購入や日本の株式投資も始めました。荒木さん、値動きに一喜一遊したくないので、数十年先を見据えた長期運用で分散投資をモットーにしています。銘柄を選ぶ基準として、アメリカの株ではメガクラスの企業を選んでいます。 リスクを分散するために、できるだけ業種も分けるように意識しています。日本株を選ぶときは、株主優待の内容を重視します。私も主婦なので、雑誌などで見る優待生活に興味がありました。普段からよく利用する大手流通や外食産業、遠征などの移動で使っている航空会社、他にはオリンピックの関連企業など、自分にとって親近感があるもの、 応援できる株を買うようにしています。幽体は主に家族と外食するときに使って楽しんでいます。いずれは貯金と投資の割合を半々にするのが目標です。それと私が運用を継続している最も大きな理由は、運用することで世の中で何が起きているかを意識できるメリットを感じているからです。何気ない国内外のニュースでも、その背景やその後どのようになるのだろう。 考えるきっかけになりますそうすることで株式だけでなくマクロ経済政治法律などにも興味を持つようになってきたのも事実ですどんな銘柄を買ったのと夫婦で投資トークも夫婦で資産運用について話をしたりしますか荒木さん個人事業主で子供ももいるのでたとえ自分たちに何があってもお金に困らないようにしたい気持ちはありリスクに対する考え方は一致していました ただ、夫婦間ではお財布は別なので資産運用もお互いに管理しています。どんな銘柄を買ったのとか、今、あの株が注目らしいよ、と情報交換をしたりしますね。お金の価値観を共有できるのは心強いですね。夫婦の話題も増えそうです。アスリートの世界でも投資をされる方は増えているのでしょうか。荒木さん。 あまりそういった話をする機会がないのでわからないのですが、最近だとニーサなどで投資に関心を持つ人は多いですし、資産運用する人も増えているのではないでしょうか。そもそもお金や投資について話がしづらい風潮自体、おかしいと思っています。アスリートは将来が保証されているわけではなく、ローンも組みづらかったりしますから、お金について積極的に考え、 自ら動いて備えておくことは大事かなと思います。小学生からお小遣いを自分で ATM に入金していたそもそも子供時代から金銭感覚がしっかりしていたのでしょうか。荒木さん、どうでしょう。ただ、小学生の頃、毎月、おばあちゃんにもらうお小遣いをそのまま貯金していました。千円札を握りしめて、自分で農協バンクに持っていくのが毎月のお約束でしたね。 子どもが銀行に出向いて貯金するというのは、あまり見ない光景です。窓口の人もびっくりしたでしょうね、わら。荒木さん、そうですよね、わら。自分の意思というよりも、母のアドバイスに従って何もわからないままやっていた感じですが、月2000円でも気づいたら大きな金額になっていて、驚いたことを覚えています。今思えば 母のおかげで堅実にコツコツと貯めることの大切さを学ぶことができたので感謝しています。貯金の習慣を身につけさせるためのお母様なりの教えだったわけですね。荒木さん自身も現在9歳になるお子さんを持つママですが、お子さんへのお金教育を意識されていたりしますか荒木さん、私自身を振り返ると子供に対してお金の大切さを教えるまでには至っていないなぁと、 ちょっと反省しています。我が家では、小学生一年生から月500円のお小遣いを始めて、学年が上がるたびに100円アップして、今は800円を渡しています。ただ、使い方については娘に任せていますね。お友達とプリクラを取ったり、ガチャガチャをしたりですぐなくなっちゃうみたいですけど。文房具など学校で必要なものは家計のお金で買うけれど、 遊びで使うものはお小遣いから買うルールを決めています。ママ、メリー消し買って、と言われたら、それは遊びで使うものだから、お小遣いからじゃない。と、その都度話をしながら、お金の使い方を考えてもらうようにしています。でも、気づくといつの間にか、いろいろと交わされていたりするのですが、笑母から学んだお金の大切さが、今の私を作り上げてくれたように、 私も親として、娘が人生を切り開いていけるように応援したいです。そのためには、お金について一緒に考えたり、伝えていくことも大事だと思っています。プロフィール荒木エリカさん1983年生まれ、岡山県出身。高校卒業後の2003年にトーレアローズに入団。トーレに在籍中にイタリアベルガモに移籍。 2012年のロンドンオリンピックの代表メンバーとして銅メダルを獲得。2013年に結婚し、翌年出産。半年後にアげオ現、埼玉あげオで現役復帰。その後、トヨタ車体に移籍。2021年の東京オリンピックを最後に現役引退。2022年、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科入学。23年終了。 現在、トヨタ車体クイーンシーズチームコーディネーター、日本オリンピック委員会理事、ママアスリートネットワーク理事など多方面で活躍中。